黒大豆の鉢植えです。水耕栽培で2日間、暗闇の中で芽が出て、その後3日目から鉢植えに切り替えました。それから3日ぐらいしましたら、このように芽が出てきました。見ていただいたら分かるように、大豆の部分が半分に割れた状態で出てきてます。これが葉っぱになるんでしょうか。今日からまた観察していかなくてはいけません。この大豆は2つ植えてます。こちらの方はまだ少し何か出てきてる状態で、まだはっきり分かりません。楽しみですね。あとこちらが、普通の大豆です。これも少し何か出てきてる状態で、まだまだどうなるかわからない状態です。こっちも大豆です。少し何か出てきてますけど、これ以上まだわかりません。この2つと黒大豆が2つ、あと水耕栽培で今日から青大豆を、これは簡単な小さなコップに水を入れてティッシュを浮かべて、その上に青大豆を乗せてるだけです。これはまあこのカメラで見ますと大豆にしか見えませんけど、薄い青色してます。ウグイス色みたいな大豆です。青大豆と言います。市場に出回りませんので、知らない方も多いと思いますが、大豆にも赤大豆、青大豆、黒大豆、通常の白大豆ですね、大豆ですね、が種類があります。その中のこれは青大豆になります。先ほどこうセットしたばっかしですので、しばらくはこういう形で暗くしときます。明日か明後日ぐらいには芽が出ると思います。楽しみですね。